どうもどうも皆様コンシャルです。どうもシャルの本のお部屋へようこそ。本日はどんな本にしましょうか。どれがいいですかね。そうだ、これはどうでしょうか。本のタイトルは白雪姫。結構有名で知っている人も多いかもしれませんが、細かい部分は意外と知らないと思いますよ。では今夜はこれを読むことにしましょう。白雪姫。昔々とても寒い冬のことでした。雪が鳥の羽のようにひらひらと天から降ってる時、一人の女王様がお部屋の窓のところに座って縫い物をしていました。女王様は縫い物をしながら雪を眺めていると、ちくりと指を針で刺してしまいました。すると雪の積もった中にポタポタポタと三滴の血が落ちました。真っ白な雪の中でその真っ赤な血の色が大変きれいに見えたので、女王様は一人でこんなことを考えました。いつか雪のように体が白く、血のように赤い美しいほっぺたを持ち、この窓の枠の色のような黒い髪をした子が欲しいものだと。それからしばらくたち、女王様は一人のお姫様を産みました。そのお姫様は雪のように体が白く、血のように赤い美しいほっぺたを持ち、この窓の縁の色のような黒い髪をしていました。名前は白雪姫と付けました。けれども女王様はお姫様を産んだ後に亡くなってしまいました。そして1年以上が経ち、王様は新しい女王様と結婚しました。その女王様は美しい方でしたが、プライドが高くわがままな方で、自分よりも少しでも美しい方がいるとじっとはしていられませんでした。この女王様は前から不思議な鏡を持っていました。その鏡を見るといつもこう言っていました。鏡よ鏡、壁にかかっている鏡よ、国中で誰が一番美しいか言っておくれ。すると鏡はいつもこう答えていました。女王様、あなたこそこの国で一番美しい。それを聞いて女王様は安心なさっていました。というのもこの鏡は嘘をつかないということを女王様は知っていたからです。それから月日が経ち、白雪姫は7歳になりました。白雪姫は大きくなるにつれてだんだん美しくなっていき、女王様よりもずっと美しくなりました。ある日、女王様は鏡の前に行って鏡に尋ねました。鏡よ鏡、壁にかかっている鏡よ、国中で誰が一番美しいか言っておくれ。すると鏡はこう答えて言いました。女王様、ここではあなたが一番美しい。けれども白雪姫は千倍も美しい。それを聞いた女王様はびっくりして白雪姫を妬ましく思うようになりました。さてそれからというもの、女王様は白雪姫を見るたびにひどくいじめるようになりました。そして妬みと嫉妬心が女王様の心に溜まっていき、今では夜も昼もじっとはしてられなくなりました。そこで女王様は一人の召使いを呼び、こう言いつけました。あの子を森の中に連れてっておくれ。私はもうあの子を二度と見たくない。だからお前はあの子を殺して、その証拠にあの子の血をこのハンカチにつけてきなさい。
召使いは女王様の命令に従い、白雪姫を森の中に連れて行きました。召使いは刀を抜いて何も知らない白雪姫の胸を突き刺そうとします。すると白雪姫は泣いてこう言いました。ああ召使いさん、私を助けてちょうだい。その代わり私は森の奥の方に入っていって、もう家には決して帰らないから。召使いは白雪姫があまりに美しかったのでかわいそうになってきました。じゃあ早く逃げなさい、かわいそうな白雪姫様だと言いました。きっと獣がすぐ出てきて食い殺してしまうだろうと心の中で思いましたが、白雪姫を殺さないで済んだので心が軽くなりました。ちょうどその時イノシシが森の奥からやってきたので、召使いはイノシシを殺してイノシシの血をハンカチにつけて白雪姫の地下のように女王様のところに持っていきました。女王様はそれをご覧になり、すっかり安心して白雪姫はもうこの世にいないと思っていました。さて白雪姫は大きな森の中でたった一人ぼっちになってしまい、怖くて怖くてたまらず、どうしたらいいのかわかりませんでした。白雪姫は石の上を越えたり茨の中をくぐり抜け森の奥へと進んでいきました。ところが獣が白雪姫のそばを通りかかるも、少しも白雪姫を傷つけようとはしませんでした。白雪姫は足の続く限り走り続け、とうとう夕方になる頃に一軒の小さな家を見つけました。疲れていたのでその家の中に入っていきました。家の中にあるものは何でもみんな小さいものばかりで、とても立派でした。部屋の真ん中に一つの白い布をかけたテーブルがありました。テーブルの上には7つの小さなお皿があり、一つ一つにスプーン、ナイフ、フォークがついていて、これ以外にも7つの小さなコップが置いてありました。そしてまた壁際のところには7つの小さな寝床が少し置いて順々に並んでいて、その上には雪のような白い麻のシーツが敷いていました。白雪姫はお腹が空いていて喉も渇いていたので、それぞれのお皿から少しずつ野菜のスープとパンを食べ、それぞれの杯から一滴ずつブドウのお酒を飲みました。少しずつにした理由は悪いと思ったからでした。それが済んでしまうと今度は眠たくなってきました。眠りにつこうと思い目の前にあったベッドに入りましたが、白雪姫の体には小さすぎるようでした。他のベッドに入ってみるものの、長すぎたり短すぎたりしていました。そして7番目の最後のベッドに入るとぴったりでした。白雪姫は神様にお祈りをしてそのままぐっすり眠ってしまいました。日が暮れて辺りが真っ暗になった頃、この小さな家の住人たちが帰ってきました。その住人たちというのは7人の小人でした。この小人たちは毎日山の中に入り込んで金や銀の入った石を探して掘るのが仕事でした。小人は自分たちの7つのランプに火をつけました。すると家の中が明るくなり、誰かが家の中にいたことに気づきました。それは小人たちが出かけた時のように、いろいろなものがちゃんと置いていなかったからでした。第一の小人が口を開いてこう言いました。誰かわしの椅子に腰をかけたものがおるぞ。すると第二の小人が言いました。誰かわしのお皿のものを少し食べたものがおるぞ。第三の小人が言いました。誰かわしのパンをちぎったものがおるぞ。第四の小人が言いました。誰かわしの野菜を食べたものがおるぞ。第五の小人が言いました。
誰かわしのフォークを使った者がおるぞ。第六の小人が言いました。誰かわしのナイフを使った者がおるぞ。第七の小人が言いました。誰かわしのコップで飲んだ者がおるぞ。それから第一の小人が周りを見渡すと、自分の寝床がくぼんでいるのを見つけて声を上げました。誰がわしの寝床に入り込んだんだ。すると他の小人たちが寝床へ駆けつけて騒ぎ出しました。わしの寝床にも誰かが寝てたぞ。第七番目の小人が自分の寝床へ行ってみると、白雪姫が眠っていました。他の小人たちを呼び、白雪姫の周りを小人たちが囲みました。おやおや、なんて綺麗な女の子なんだろう。小人たちは白雪姫を起こさず、そっと寝させてあげました。7番目の小人はその夜、1時間ずつ他の小人の寝床に寝るようにして、その夜を明かしました。朝になり、白雪姫は目を覚まして、周りに7人の小人がいて驚きました。けれども小人たちは大変親切にしてくれて、お前さんの名前は何ていうのかな?と尋ねました。すると、私の名前は白雪姫と言います、と答えました。お前さんはどうして私たちの家に入ってきたのかね?と小人たちは聞きました。そこで白雪姫は、ママ母が自分を殺そうとしたのを召使いがそっと助けてくれたので、一日中森の中を駆けずり回ってやっとこの家を見つけたことを小人たちに話しました。その話を聞いて小人たちは、もしもお前さんが私たちの家の中の仕事である食べ物、洗濯物、縫い物、編み物などをちゃんと引き受けてくれるのであれば、お前さんを家で置いてあげて何の不自由もないようにしてあげるんだが、と言いました。どうぞお願いしますと白雪姫は頼みました。それからは白雪姫は小人たちの家にいることになりました。白雪姫は小人の家の仕事をきちんとやり、小人たちは家の中に入り込んで金や銀の入った石を探して掘り、家に帰ってきてみんなでご飯を食べていました。昼間、白雪姫はたった一人で留守番をしなければなりません。そこで親切な小人たちはこんなことを言いました。お前さんのママ母には用心しなさいよ。お前さんがここにいることをすぐ知るに違いない。だから誰もこの家の中には入れてはいけないよ。こんなことを少しも知らない女王様は、召使いが殺してしまったものだと思い、自分がまた一番美しい女になったと安心していました。ある時、鏡の前に行ってこう言いました。鏡よ鏡、壁にかかっている鏡よ、国中で誰が一番美しいか言っておくれ。すると鏡はこう答えて言いました。女王様、ここではあなたが一番美しい。けれども、いくつも山を越した7人の小人の家にいる白雪姫はまだ1000倍も美しい。これを聞いた女王様はとても驚いていました。この鏡は決して間違ったことを言わないということを知っていたので、召使いが自分を騙したということも、白雪姫がまだ生きているということも、みんな分かってしまいました。そこでどうにか白雪姫を殺してしまいたいと思い、いろいろと考え始めました。女王様は一つの計画を考えつきました。自分の顔を黒く塗り、年寄りのような着物を着て、誰にも女王様とは思えないように変身しました。女王様は7つの山を越えて7人の小人の家に行って、ドアをトントンと叩いて言いました。いい品物がありますが、お買いになりませんか。白雪姫は何かと思い、窓から首を出して呼びました。こんにちはおばあさん、何があるの。上等な品で綺麗な品を持ってきました。
いろいろ他にも変わった品物を持ってきています、と言っていろいろな色の絹の糸で編んだ紐を一つ取り出しました。白雪姫はこの正直そうなおばあさんなら家の中に入れても構わないだろうと思い、ドアを開けて綺麗な絹糸を買い取りました。お嬢さんにはよく似合うことでしょう、さあ私が一つ読んであげましょう、とおばあさんは言いました。白雪姫は少しも疑う気がありませんから、そのおばあさんの前に立って新しい買いたての紐で結ばせました。するとそのおばあさんは素早くその紐を白雪姫の首に巻きつけて強く締めました。白雪姫は息ができなくなり死んだように倒れてしまいました。さあこれで私が一番美しい女になったのだ、と言ってママ母は急いで出て行きました。それから間もなくして7人の小人が家に帰ってきました。可愛がっていた白雪姫が地べたの上に倒れているのを見た時は小人たちの驚きようといったらありませんでした。白雪姫はまるで死人のように息もしなければ動きもしませんでした。みんなで白雪姫を地べたから高いところに連れて行きました。そして喉の奥が固く締め付けられていたので小人たちは締め紐を2つに切りました。すると少しずつ息を始めだんだん元気になっていきました。小人たちはどんなことがあったのかと聞くと、白雪姫は今日あったことを話し始めました。そのおばあさんこそ鬼のような女王に違いない、よく気をつけなさい、と小人たちは白雪姫に言いました。女王様は家に帰ってくるとすぐ鏡の前に行って尋ねました。鏡よ鏡、壁にかかっている鏡よ、国中で誰が一番美しいか言っておくれ。すると鏡は正直に前と同じように答えました。女王様、ここではあなたが一番美しいけれども、いくつも山を越した7人の小人の家にいる白雪姫はまだ1000倍も美しい。このことを女王様が聞いた時には驚いていました。白雪姫がまた生き返ったということを知ったからです。次こそは白雪姫を消してしまうような工夫をしてやるぞ、そう言って女王様は魔法を使って一つの毒を塗った櫛を作りました。そして女王様は着替え前とは別のおばあさんの姿になり、7つの山を越え7人の小人のところに行きました。いい品物がありますがお買いになりませんか？白雪姫は中からちょっと顔を出して、ごめんなさい、誰もここに入れてはいけないの。でも見るだけなら構わないでしょ。おばあさんはそう言って毒のついた櫛を箱から取り出し手のひらに出してあげました。白雪姫はその櫛をとっても気に入りました。そして夢中になり思わずドアを開けてしまいました。では私が一つ試しに髪を解いてあげましょう、と言い、おばあさんは白雪姫の髪を解いてあげました。毒が頭に染み込み、白雪姫はその場で気を失って倒れてしまいました。いくらお前が綺麗でも今度こそおしまいだろう、とおばあさんは気味の悪い笑みを浮かべながら出て行きました。夕方になり7人の小人が帰ってきました。そして白雪姫が死んだように地べたに倒れているのを見て、すぐに女王様の仕業だと気づきました。白雪姫の体を調べると毒の塗られた櫛が見つかり、櫛を引き抜くと白雪姫は息を吹き返しました。そして今日あったことを小人たちに話しました。小人たちは白雪姫に向かってもう一度よく用心して、決して誰が来てもドアを開けてはいけないと注意しました。
おばあさんは城へ戻り、女王様の姿に戻りました。そして鏡の前に立って言いました。鏡よ鏡、壁にかかっている鏡よ。国中で誰が一番美しいか言っておくれ。すると鏡は前と同じように答えました。女王様、ここではあなたが一番美しい。けれども、いくつも山を越した七人の小人の家にいる白雪姫は、まだ千倍も美しい。それを聞いた女王様は、また腹が立ちました。それからすぐに女王様は、まだ誰も入ったことのない離れた秘密の部屋に行き、そこで毒の上に毒を塗った一つのリンゴを作りました。そのリンゴは見かけはいかにも美しくて、白いところに赤みを持っていて、一目見ると誰でもかじりつきたくなるようにしてありました。けれども一口でもリンゴを食べようものなら、それこそ立ちどころに死んでしまうという恐ろしいリンゴでした。さて、リンゴがすっかり出来上がりますと、顔を黒く塗り、女王様は商人のおかみさんのようになり、七つの山を越えて七人の小人の家へ行きました。そしてドアを叩くと、白雪姫が窓から顔を出して言いました。七人の小人に行けないって言われているので、誰も中に入れるわけにはいかないの、と言いました。いいえ、入らなくてもいいんですよ。私はね、今リンゴを捨ててしまおうかと思っているところなので、お前さんにも一つあげようかと思ってね。いいえ、私はどんなものでも人からもらってはいけないのよ、と白雪姫は断りました。お前さんは毒でも入っていると思っているんだね。まあご覧なさい。この通り二つに切って半分は私が食べましょう。よく売れた赤い方をお前さんは食べなさい、と言いました。そのリンゴは大変上手にこしらえてあり、赤い方のみ毒が入っていました。白雪姫は商人のおかみさんが美味しそうに食べているのを見ると、そのきれいなリンゴが欲しくなりました。そして何の気なしに手を出して毒の入っている半分を受け取って一口かじると、白雪姫はバタリと倒れて、そのまま息が絶えてしまいました。すると女王様はその様子を恐ろしい目つきで眺め、嬉しそうに大きな声で笑いました。今度こそは小人たちだって助けることはできないだろう。そして商人のおかみさんは大急ぎで家に帰ると、女王様に戻りました。女王様は鏡に尋ねました。鏡よ鏡、壁にかかっている鏡よ。国中で誰が一番美しいか言っておくれ。するととうとう鏡が答えました。女王様、この国で一番あなたが美しい。これでやっと女王様の気持ちは落ち着きました。夕方になって小人たちは家に帰ってきましたが、さあ大変。今度もまた白雪姫が床に倒れていました。びっくりして駆け寄ってみれば、もう姫の口からは一息すらしていません。かわいそうに死んで、もう冷え切ってしまっていました。小人たちはお姫様を高いところに運び、何か毒になっているものはないか探してみたり、紐を解いたり、髪の毛をすいたり、水やお酒でよく洗ってみましたが、何も役に立ちませんでした。白雪姫は本当に死んでしまって、再び生き返りませんでした。小人たちは白雪姫の体を一つの棺の上に乗せました。そして七人の小人は白雪姫の周りに座り、三日三晩泣き続けました。それから白雪姫を埋めようと思いましたが、何しろ白雪姫はまだ生きていたそのままの姿で、生き生きと顔色も赤く可愛らしく、綺麗な姿だったため、小人たちは、見ろよ、これを真っ黒い土の中に埋めることなんかできるものか。
そう言って外から中が見れるガラスの棺を作り、その中に白雪姫の体を寝かせ、その上に金色の文字で白雪姫という名前を書き、王様のお姫様であることも書き添えておきました。それからみんなで棺を山の上に運び上げ、7人のうち1人がいつでもそばにいて番をすることになりました。するとフクロウ、カラス、ハトなど鳥や獣までがそこにやってきて、白雪姫のことを泣き悲しむのでした。白雪姫は長い間棺の中に横になっていましたが、その体は少しも変わらず、まるで眠っているようにしか見えませんでした。ある日のこと、一人の王子が森の中に迷い込んで、7人の小人の家に来て一晩泊まりました。王子様はふと山の上に来て、ガラスの棺に目を留めました。近寄り覗き込むと、実に美しい少女の体が入っていました。しばらく見とれていた王子様は、棺の上に金色の文字で書いてある言葉を読み、すぐ小人たちに言いました。この棺を私に譲ってくれませんか？その代わり、小人たちが何でも欲しいものをあげます。けれども小人たちはこう言いました。たとえ私たちは世界中のお金をみんないただいても、こればかりは差し上げられません。そうだ、これに代わるお礼なんぞあるもんじゃない。だが私は白雪姫を見ないではもう生きられない。お礼なんぞしないから、ただください。私の生きてる間は、白雪姫を敬い、きっと粗末にはしないので。と王子様は折り入って頼みました。王子様がこんなにおっしゃっているので、気立てのいい小人たちは、王子様の気持ちを気の毒に思って、その棺を差し上げることにしました。王子様はそれを家来たちに命じて、肩に担いで運ばせました。ところが間もなく、家来の一人が一本の木につまずきました。棺が揺れた拍子に、白雪姫が噛み切った毒リンゴの一切れが、喉から飛び出してきたのです。すると間もなく白雪姫は目をパッチリ見開いて、棺の蓋を持ち上げて起き上がってきました。そして元気づいて、おやまあ、私はどこにいるんでしょう、と言いました。それを聞いた王子様の喜びは例えようがありませんでした。私のそばにいるんですよ、と言って王子様は白雪姫に今まであったことをお話になりました。その後、私はあなたが世界中の何よりも可愛いのです。さあ、私のお父さんのお城へ一緒に行きましょう。そしてあなたは私のお嫁さんになってください、と言いました。白雪姫は了承して王子様と一緒にお城に行きました。そして二人の婚礼はできるだけ立派に盛んに祝われることになりました。けれどもこのお祝いの式には白雪姫のママ母である女王様を招かれることになりました。女王様は若い花嫁が白雪姫だとは知りませんでした。女王様は美しい着物を着た時に鏡の前で行って尋ねました。鏡よ鏡、壁にかかっている鏡よ、国中で誰が一番美しいか言っておくれ。鏡は答えて言いました。女王様、ここではあなたが一番美しい。けれども若い女王様は千倍も美しい。これを聞いた悪い女王様は腹を立て、悪い言葉を次々に浴びせかけました。そうして気になって気になって、どうしていいかわからなくなりました。はじめのうちはもうご婚礼の式には行くのをやめようかと思いました。けれども自分で出かけに行って、その若い女王様を見ないでは、とても安心できませんでした。女王様は招かれた神殿に入りました。そしてふと見れば、若い女王様になる人とは白雪姫ではありませんか。女王様を恐ろしさで、そこに立ちすくんだまま、動くことができなくなりました。すると召使いが一人、
女王様の前にやってきました。召使いは真っ赤に焼けた赤い靴を女王様の前に置き、靴を履かせ、倒れて死ぬまで踊らせました。白雪姫はというものの、王子様と幸せにずっと暮らしましたとさ。おしまい。いかがだったでしょうか。ちょっと詳細に物語が書かれているので、意外と知らなかった部分があったのではないでしょうか。新しい発見ですね。さて、今日のお話はここまで。いかがだったでしょうか。ちゃんと読めていましたか。よかったら本を聞きにまた来てください。いつでもお待ちしています。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。Thank you.